その役柄に付随するもので歌を歌ったりとかってことはありますけれど、あくまでそれがメインではないので、役に付随する形でいくつかやらせてもらってます。初めて、これが初めてっていうのはちょっと正直記憶にないんですけれども、やっぱり歌を歌うことってすごく大変、最初大変です、今も大変なんですけど大変でしたね。やっぱり歌を歌う仕事ってまたすごく自分にとって難しくて、レコーディングって何回も歌うので、だんだんこうやっぱり声も続かなくなってきたりとか、そういう苦労がありました。だから息切らしながら細かくパートパートを分けながら、ゼハイながらやってました。歌は私の中では大きく違って、歌はやっぱりこうメロディーがまずありますから、セリフの場合はやっぱり相手の方との掛け合いであったりとか、たくさんの人と一緒に作っていくものですけど、音楽はメロディーと歌詞ありきの一人の世界なので、やっぱりもう出発点が全然違って、私にとってはすごく難しい作業です。一番難しかった役、どれか一人特にっていうのはちょっと挙げるの難しいんですけど、その地獄の少女という作品の、仮縫い藍染めという曲は、世界観がすごく大きかったので捉えるのが難しいなと思いました。あと小さい女の子高い声を維持するのに苦労してます。そうですね、好みの歌い方なんだと思います。私の個人的な解釈なんですけど、母親が子供にささやきかけるような子守歌を歌うような感じかなと思って、大勢の人に訴えかけるのではなくて、一人の人に、一人の大切なものに語りかける、そういうところがなんかリンクしたんだと思います。1人いるという魅力的な人たちが、31人がいろんな個性的な歌を出すっていうところだと思います。オルゴールの CD でした。クラシックの曲、ベートーベンの曲ビッシーの月の光とかをオルゴールで奏でてるんですね。たまたま見つけて買ったんですけど、音楽を通してもちろんいろんな作
作品